ロボットのペッパーって変な名前だと思いませんだってペッパーって日本語にしたら故障じゃないですか携帯とか機械が壊れることも故障するっていうじゃないですかあんまりロボットに故障って名前つけない方がいいと思うんですよねペッパーって 今飲食店とかで働いたりとかしてるじゃないですかでも今飲食業界厳しくてこうペッパーを働かせててもペッパーの契約を更新するためのお金が払えないから結構ペッパーがクビになってるらしいんですよねで今スクラップになってるペッパーが多いらしいんですよ粉々のスクラップ状のゴミになってるペッパーなんでチリペッパーですよね まあ、契約を更新するためのお金の足しにはならなかったけれどもチリペッパーなんである意味更新料にはなったっていう話ですよね。<laughs>